はい、では、続いて、こちらの方の言動いきます。はい、1戦目の佐々木千里さんはね、全然分かんなかったんで。はい、はい、いきます。はい、とにかくなんちゃドラウピン、まあまあそこそこの手配かな。はい、今白髪切っていく。うん、いいね。はい、いいね、普通でね。うん、一応いいシャンテン。まあ3統一系なんで単野を見て9ピン切るか、まあダイレクトにリャンマン切るかで。はい、ダイレクトにリャンマン切れ。うんうん、結構素直な人だな。あ、いた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 。うん、まあまあまあね、人によっては9ピン切りあるよな。うん、まっすぐ行ってもリーチドラ1、あ、リーチドラドラか。うん、うん、はい、はい、素直にやまっていく。まあ3番つもはまあね、9ピン来てる人はおめでとうございます。振り点だけど3面ちゃう。はい、ここで9ピンか。あー、まあまあまあ確かに2456の形は3456のがいいか。2456の2は残さないけど3456の3は残すと、うん、いいんちゃう。うん、まあ、リャンマン残すしもありだよね。はい、キューピン切る。はい、まあ、あとはまあ、ザンクあるんで、泣いていきましょう。それぐらいかな？うん、泣いていった。はい、まあ、一応、連続系の変化なんで、パースを切るのか、それが普通かな？チーで両面テンパいけるから。うん、はい、いいと思います。うん、3万切れば振り点じゃない、両面になる。まあ、ただ、街の枚数は1枚しか増えてないのか。うん。まあ、3万か10万か切る。普通は3万かな。はい。数万を手出しするか、つもぎりするか。手出しの方が良さそうか？つもぎりか。うん、まあまあいいや。はい。なんか、つもぎりの方が良さそうな。あ、違う違う違う。手出しのが安そうな。第一印象あったけど。はい。うん、詰まっていく。うん、いいね。はい。親でドラ発。9万切る。はい、何ペイ来てく。言いそう。うん。はい。ほう。親でこの形か。まあ、面前マックスならそりゃパーソーだけども。まあ、ちょっとパーソー来たとしても手がしょうもなすぎるよな。まあ、単野を寄せるって意味で、まあ、いい万か9ピン金利が、うん、いい万か9ピン切るのかな。面前マックスのパーソーかな。しょうもないもんな。うん。まあ、いい万か9ピンで。うん、9ピン、いいと思います。やりちゃいった。まあ、これはまあ、ちょっとどうしようもない。ベタ折りで。あ、いいチャンスになった。パーマン切る。テンパったら追っかけてくれよ。両面できた。ほう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 。まあ、アンパイもないんで、9ピンかパーソーで。うん、パーソーパーソー。2種の、2種類打ち出さない方ね。2種類打ち出さなくて済む方を切っていく。うん、いいと思います。ドラの葉ついて、いやん、そうか。うん、ここら辺で折りかな。もう、葉つか、無筋のウーマン切らなきゃいけないもんね。まあ、ここで数層、三層、リャン層来て折り。おい！え？誰や、これ。押しすぎちゃうか、これ。こんな、伸び伸び打つエミリーがおらんぞ、誰も。誰これ、適当な天本民だろこれ。ジャンタムミンか。そこら辺のジャンタムミン打ってんちゃうかこれ。こんな伸び伸び打つやつおるか。ウーマン切ってその後テンパったらハツも切らなあかんで。誰やこれ、愉快なやつだなこいつ。愉快なやつやな。誰やこれ、愉快なやつやな。ルミさんかこれ。ルミさんが笑いながら打ってるわこれ。
うん、可愛い顔して。うん。歌舞伎みたいな可愛い顔して。じゃ、誰やマジで。まあ、ルミさんはちょっと冗談だけど、誰やねこれ。こんなとこから超まっすぐ馬切るやつおる？ M リーグで。ここどう考えても数層3層リアン層でもうね、降りるもんね。想像全部安排になった。え？まあ、親だからリシャンと維持。うん。まあまあまあ。うん。カツ重なっていく。これ、スーピン、スーピンでいいかな？カツ重ねていく。おーい！伊達さん！伊達さんだろ、この運気は。いや、逆に当たったらちょっと寒いな。ごめん。ネタバレ見ないわ。運気だけ伊達さん。水原さん。ただちょっとこれは見ないわ。これで当たってもさすがに寒すぎるんで、こんな。ここでこんな天敗をしたからって言ってるだけだもんな。いや、誰だろうな、これな。え、マジで誰だ、これ。すごいな、これ。まあ、ほとんど眠りが降りてるだろうな。数も重ねて、両面天敗して。スーピン現物になってね。これ上がったら、もう黒沢さんみたいなオーラだな。一発もしたら黒沢さんだな、これ。うん、まあ無理か。うん。はい。はい、親で連チャンした。あ、これもいいの。連チャン切る。うん、いいな。リャンピンか、チーソーか、何キル？リャンピンか。はいはい。まあ、俺は何切ります。教託2300点あるんで、もう超まっすぐ何切りたい。ツモによっては単位青とかもあるのかな。まあほんと、現状29500点、トップ目なんでね。何切って教託取った方が偉いんじゃないかなと思う。もうリーノミでも何でもいいから、リーチューって1500点上がれば、2000点か。リーノミの2000点上がれば、3300点だからね。うん。もう何来て超まっすぐ俺は行くけど。うん。まあ、まだトンニーだから打点も置いたい。リャンピンでした。チーマン、なん！うん。まあまあ。うん。なん！な、切るんか？ここは切るんかい！こここそ別にまあええけどな。こここそ別にローピン来てまあいいシャンテンだし。そんなに一応ターツできましたってことでローピンでもいいけど。ここは何期のかい女流かこれ。伸び伸びした女流。ルミさん。ルミさんの笑顔のルミさん。ルミさんの笑顔のルミさんめっちゃ見えてきたな今。ルミさんのあの笑顔見たいな。もう一年半ぐらい見てないんちゃうか俺。M リーグの試合のルミさん。ルミさん最近も笑顔で打ってる？ね、ルミさんの笑顔はほんと人幸せにさせるよね。本当に。本当になんかほっぺた、つねりたくなっちゃう、笑顔。うん。はい。まあ、ただまあ、まあ、一貫性というまでじゃないけど、まあ、俺はなんかここで何話すんだったら別にその前で、まあ、それが普通ちゃうか？まだターツが確定してない段階では、目いっぱい何着ていく。で、まあ一応ここではまあ、いいシャンテンになったからローピン切るのがなんか普通な気はする。どうなんすかね？俺はそう見えるけどね。その前の段階ではめちゃめちゃ何切ってほしいけどね。この段階ではもしここだけ渡されてさ、何切りますか？ローピンって言われても。まあ、そうですかってなるからね。まあ、一応そんなイメージでした。はい、ここでは何切って、カミちゃんにボンされた。ローピン！それハツが嫌ってことか。カミちゃんの後付けだったらハクとハツが残ってる？ハクとハツが残ってる。
まあ、もう、まあ、俺はもう大前提として、もうとにかく上がり率マックスで、早々に何切って、これも初切って、マックスでいきたいかな。供託取りに行きたい。はい、リアンカーになった。それ初切りたいかな。まあ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 。初めっちゃ止めてくな。見ちゃった。横移動した。はい。では、まあ、親かぶりとかしなくてよかった。はい、トンさん玉ペイチャドラ初。ペイ1ピンと来てく。あ、そうか。結構決めてくって感じか、この人な。まあもう、トップ目、あ、まあトップじゃないか、今。2着になったのか。まあ点数いてたらね、もう何も考えずペキってもうまっすぐいって、単野とかもあるし、っていうのもありなんだけど、まあ割となんか、コンパクトな感じか、この人な。まあペイカとなった。酸素一を切る。酸素残すね。酸素残しおもろいね。ドラポンとイメ入って絶対振りたくないけど自分も完全にシャンデンか。まあベタ折りも別にあるけどね。まあこんなパーピンパーピンで、そうだな、怖いよね。ターツはできてるイーシャンテンかもしれんけど、まあ俺はまあ泣けるイーシャンテンで完全イーシャンテンの形もいいんで数万切りたいかな。はい、この人が何するかは全く予想つかん。ただまああのなんかね、初ドラの時にめちゃくちゃ押してさ、リーチしたやつカンパーピンにて転売して、それがあるからな。それ考えたら数万ぐらい切るやろ。リーチに対してあんだけ全知してんだもんな。トイメは漫画確定してるけど、転売かどうかはわかんないし。数万切ると思うよ。切らんのかい？これは切らんのかい？これこそ、これのがやっぱ全知してもいいかな。まあ、全知というか、まだ数万切ってもいいよね。リーチに対してあそこから、ウーマンぶっ通して、なんかやっぱりちょっと、どうなんかね、やっぱね。こんなん別に数万来たって何本もあるしな。あのリーチに対してのウーマン切って、まあ、テンパったら初切ってみたいないいシャンテンかな。あれは押すけど、これ押さないんかい。まあ、そういうバランスの人。はい、一応トイメンで数万が当たってるかだけ見ていく。いいシャンテン。はい。はーい。まあ、これは数万切りたい、俺は。はい。で、ここでは回っていく。まあ、ただこれ回ってっちゃうとな、それこそリーチ入った時にもう安牌ないとかありそうだよね。上下リーチ入ったり、トイメンに対して安牌尽きたりするからね。まあ、そういう意味でも先数万、よっぽどトイメンに危険とか持ってなければ数万切っちゃいたいよな。実質片筋みたいなもんだしね、数万ね。2万3枚切れで。まあ、ただここがペイペイか。でもここからペイペイウーピン来たら、それこそ本当に全権に手詰まるけどね。手詰まりゅうになっちゃうけどね。ただまあ一貫性はあるよな。もう完全にペタ俺か。もうこの時点からもうペイペイウーピンってきて、もう完全に俺か。まあその思考だったら先ウーピンとかでもおもろいと思うけどね。もう本当に何も一枚もいかないって言うなら、誰のリーチにも打たないように、ウーピンから来ても良さそう。はい。はい、もう完全に降りているんでいいでしょう。はい。あ、これいいかな。全員脳天。テンパイ取れたらでかかったよね。全員脳天だもんね。はい、シャーチャドラ嘘。イーマンキル。あ、イーピンから、ね。はい、今切る。
パーシャ、おー、いいやん。いいな気もするな。高宮さん、あのウーマン、え、高宮さんじゃない？ちょっと待って。いや、高宮さんじゃねえのこれ。いや、違うかな。まあまあ、この泣きで、いや、この泣きもちゃんとするし、泣きはちゃんとするし、あの、前通あったから、ウーマン切り。いや、ちょっと高宮さんのイメージになってきちゃった。ちょっと高宮さんを否定するぜ。ちょっと推理していくか。高宮さんを否定する打牌があるか、ちょっと注目してみていこう。はい、ウーピン来た。うん、いいね。これは素晴らしい。絶対にやった方がいい。いい泣きだ。はい。あとは魔法術でもうドラ色だしで、ね。おー、ナイス。たれたれ。うん、しゃあない。はい。うん、これもいいね。はい、普通に行きましょう。はい、イーソーを自敗と来ていく。うん、ツモもいいね。イーシャンテン。なんかしょうもないイーシャンテンなの。まあ、ペンチャンか、スーソーで。まあ、イーマン切るのが普通なのかなぁ。まあ、リャンマンからかい。数万引いたら立つ逃すけどな。ドラの数万。高宮さんじゃねえのこれ。高宮さんっぽいな、なんか。やっぱリャンマンは3万数万引いたらね。一応使うからな。リャンマンから来ちゃうんだ。まあまあ。まあ別にそんなまあ、あれだけど。はい。ひつきシャンってなった。はい。行形意識で数層か。数層でいいかな。数層以外の選択が俺はあんま浮かばないな。月に構えるつって EP なんかおかしいよな。うん、数層でいいと思います。あんま他が浮かばない。数層で、うん、いいと思う。ちまきちゃうか。E ピン、リャンピン引いたね。あ、違う違う、リャンピン3ピン引いた。リーチ、イペイコーはいらないと。うんうんうん。うん、まあ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 、俺は乗っとくかな。まあ、イスチピンウパマのイシャンテンで十分なんだけど、まあ一応、超広くいくかな。はい、まあ、チーマン引き、テンパイも、一応あるね。はい。ヘリシャ行った。うん。はい、何入何茶ドラ、リャンピン。はい、トーン。シャア。あ、自敗からか。アジアイとか厄介からか。うん。まあ、単野を確定みたいな感じなんで。はいはい。うん。いいリアンシャンテンになった。めちゃくちゃ開いたいのか、これ。トイメの点数だけが、トイメ 33,200 で、他が、もう、ん？神茶なの、これ。あ、神茶はめちゃ合い込んでんのか。神茶がめっちゃ混んでる。はい。うん、チューン切る。え？え？その前に山荘があるんだけど、川に。は？何しろこれ。いや、イーソー3枚切れたけど、普通にやってくれ、もう。決め打ち、高宮さんこんなことせんやろ。男子プロか。いや、わかんない、これ。まあ、あれだろうな。まあ、神茶の言いそう手出しか下茶の言いそう手出しが、まあ、明らか関連牌だから、まあ、想像の下が薄いって感じなんだろうな。うん。まあ、そんな悪くはないか。よく見るとね。この位相がね、例えば下茶の位相、上茶の位相がね、1巡目2巡目に切れてたらねえよって言うけど、この順目の手出しだと、まあ確かに想像の下持ってるもんな。特に上茶とかな。だからまあもう想像の下で2面図は無理ってことで3層切りか。まあちょっと男子プロっぽいかな。ベテラン男子プロにちょっと変えるわ。はい。いや、でも、ベテラン男子プロであそこから全通する人おるかな。ウーマン切って全通。わからんね、これ。
はい、とりあえずチューン切る。あ、じゃあ、じゃあ、酸素切った、この人は。で、嘘は、これもだから、チーマン。いや、これなんだこれ。なんでそんな警戒する必要あるのこれ。誰の何これ。パンパンに行けばいいやん、こんなもん。てか、なんならパンパンに行くとしても、掃除の連続系のがいらんくねえか、これ。どっちなんだろうね。2345にはなったけど、酸素来てるしな。で、掃除の下も弱いっていう読みだもんな。うん、チーマンか。独特だな。まだそんなにね、カミちゃんの地位が1個入っただけで、こっからもう、酸素チーマンって切ってくんだもんな。まあ、これはかなりヒントになってそうだけどな。まあ、ベテランプロの印象かな。もう、園田さん、勝松さん、松勝さんとか、大井さんとか、の印象かな。堀さんとか。あ、てか、堀さんって見た目も相まって、なんかベテランプロって俺いつも言ってるけどさ、堀さんって俺より強化入った時期遅いんだってね。知らんかった。はい、じゃあ行きます。もうだからもうこっから酸素チーマンはかなりのヒントっぽいけどわからんな。やっぱ女流っぽくない。やばごめん、高宮さん排除するわ。男子。男子プロに。男子プロ限定する。はい。はい、酸素チーマン来ていくと。ウーマンヒート。シャンテ逃した。リーチ、ベコ、タンヤを逃した。いいシャンテンの、いや、いいシャンテンもこの人は取らんやろ。いや、取んのかな。わからんもん。トランコ。まあ、キューピンはね、下茶だけだからね、危険なのね。まあ、残してもいいけど。トラン。これは取るか。これはチュンで。え、リアンソーか。いや、このリアンソーも別に残してもいいけどな、これは。リアンソーが下茶とトイメの現物になったし。で、このリアンソー、神茶泣いてないからな。まあ、完全安牌ではないけど、このリアンソーはめちゃくちゃ安全だから。残してもいいけどな。うん、これ残さないと。うん、まあ、残さないと。うん、まあまあまあ、いいんだけどね。別に。数層引いたぐらいしか、まあ数層引いても嬉しくないか。まあそんな嬉しいわけないのか。酸素来てるからな。うん、まあまあまあいいや。え、うん、まあまあ、これはいいわ。まあ、ちょっと、使いづらすぎた。ちょっとよく見ると。ただまあ、リアンソーがちょっとあまりに安全すぎるからね。あらゆるズモに対応して、ね。でもいいんだけど、うん、確かにリアンソーから想像しついてスーピンローピンの落とすっていう手順もちょっと神ちゃんに対して危険だからないか、ないっていうかほぼリアンソー使えないから、うん、まあ、そんな変わらんと思うけど。え、なんで、うん、積もられた。え、神ちゃんを連チャンしたなんちゃドラペイ、うん、いい手配だ。何キルマジか。孤立の2発とダブナーの選択って、これどうなんこれ。ちょ、誰かさ、ちょっとこれだけ見ていい？これ AI とかさ、ナーガとかの AI がさ、こうやってパワーマンとナンの選択でさ、パワーマンキルってあんのこれ。ちょ、それだけちょっと教えてほしいな。誰かナーガでよく勉強してる人。それでまああるって言うなら別にいいけど、あるんすかこれ。俺は何期しか来たことないけど、こんな面前手で。あんのこれ。どういう印象？誰かある？自信ある人？ないと思う。ないと思うか。わかりました。ありがとう。はい。まあ、一応ちょっと意見聞きたかった。はい。うん。いい射程になった。これは何しかないよな。キューピンとか嫌いよね。さすがに。はい。ね、キューピン切る。はい、いつもできた。テンパイ。な、これ。パーソー切り外し。一二三は、おもろ。ただ、E マンが三枚切れたからいいな。リャンマンつも切り。のー、最強。最強って言っても、安いけど。はい、リーチする。なんか、悲しいな。はい、はい、次。三面ちゃんかわされていく。
はい。リス疾走かわされていく。手配は良くないけど、はい、とりあえず9ピン切る。吐く切りたい。男子プロっぽいな、やっぱな。あんまりこの手から決め打ち気味のローソーとかしやんないもんな。やっぱベテランプロっぽいな、これな。まあ確かに手配が、しょうもないっちゃしょうもないから、決め打ち気味。とはいうものの、やっぱ点数へこんでないんでね。まあ普通に白切ってあらゆるつもり対応していいと思うけどね。それこそ俺ローソー切るんだったらヤンマ切るわ、崇拝の選択で。1-2-3は無理だ、これ。面前で 1-2-3 って無理だし、1-2-3 になったとこでチューン3色になったって2000点しかないから、3色つけるとメリット薄いな。で、明かりマージャンだし、やっぱ普通に、ハイ効率通り、って言うんだったらやっぱりローソー切るんだったらヤンマンだわ。なんか勘違いの男子プロだな、これな。誰やねん、これ、マジで。カッコつけたローソーだな、これ。1-2-3見ます？いや、1-2-3なんねえから、こんなもん。面前で 1-2-3 なんてなったことないよ、こんなもん。泣いて 1-2-3 だったらなる可能性あるけどね。そんなもん泣いて 1-2-3 つけて意味ないし。そうなったら赤対応とか、両面受け見た方がいいわ。ローソー切るなら両面で。はい、吐く。もう両面切るんかい。1-2-3もそんな見てねえやんけ。でも両面さ、切ってくれ、もう。吐くつも。まあまあまあ。まあ、これはね。まあ、こういうつももあるよね、することね。はい、酸素切る。見ちゃった。はい、まあ、これはもうベタ売りで。はい、いや、誰だろ、これ。やっぱあのウーマン押しとかがヒントだよなぁ。あともう一個ヒントあったけど、もう忘れちゃったな。さっきなかったよなぁ、もう一つヒントとか言ってたの。忘れちゃったもん。はい。もうこれもダブなんで。この人はパソキンだろ、どうせ。あ、違う、リアンソキンのか、この人。いや、これは何キンのかい。絶対リアンソキると思ったわ。さっきのダブな残しあるからね。こっちの方がまだリアンソー来たってなんとも思わんしな。いつもならんしな、こんなもん。まあ、ならんっていうか、こっちのリアンソーならまだわからんではないけど。これは何切る普通に。はい、リアンソー切る。パソ切る。何切る。なあ、これ。で、いつまでやってんの、これ。もうええわ、もうこの試合。はい。はい、ん？ここで止めるもん。今30分経った。いや、どうしよう。いいか。いや、どうしようかな。30分なった。ここで一旦止めて、ナンバーメンバーシップにするか。最近ちょっと全部公開してるからな。メンバーシップの人に悪いなと思っちゃうしな。ちょっとこれ止めていいですか？ごめん。いいかな。いや、やめようか。いや、わかんない、これ。一応、今まではナンバーメンバーシップって言っててね、月額90円なんで、まあ、高かったらちょっといやらしいけどね。メンバーシップ1000円ですって言われたら。90円だし、ちょっとこれ止めていいですか、ちょっと。たまには。一応なんかちょっと、一応メンバーシップ入ってる人くれてる人用にっていうのあるんで、ちょっとこれ止めるわ、ごめん。メンバーじゃない人ごめん。ちょっとまあ、月額90円なんで、ね、どっかから100円拾ってきてください。パチ屋のコイン拾ってきてください。はい。では、ちょっとごめん。ここ止めるわ。今日は。ちょっと長いから、これ。はい。じゃあ、一旦止めますね。はい。じゃあね。お疲れ様です。